お、黒川温泉。お、いいね。良さそうじゃん。こちらが本日のお宿になります。すごい大きい。めちゃめちゃ広いじゃん。ほら、こっちもあって、和室でございます。こちらが寝室でございます。はい。あ、別居か、今日は。ほらね、あんたでしょ、離れ離れ嫌なの、うん、あんたでしょ。、うん、どう、分からんけど、いいと思うよ、うん、こっちがいいよ。テラスでございます。テラス、テラス、テラスなんですかこれ。ないですね。そこオープンにできるんですか。こちら黒川の街を一望できる窓です。おお、竹がいいね。なんかあの、みんな湯巡りをするみたいだね。うんうんうん、ね、こういうスタンプみたいなのを持って3個入れるみたいな、多分やろう。うん、いいね。そんな高くなかったよね。なんかなんとか割り使ってこんな広い部屋で、ね、うん、で飲み放題なんでしょ。そう、うん、晩ご飯飲み放題。ほら。でも、うん、あの午前みたいな感じじゃなくてバイキングなんだよね、うん、でいろいろ調べたんだけど、バイキングに馬刺しないって書いてあったんだよね。そう、別で、うん、馬刺し専門店で馬刺し買ってきました。ゴンドーサロレ行った時に食べた馬刺し、あまりに美味しかったから、うん、岩永さん、岩永さんリピート。小国町で、小国町、小国町。黒川温泉散策中。湯巡りが有名なんだね。ね、道後温泉みたいじゃん。行ったことあんの。小学校4年生の時。え、小学校で行ったの、道後温泉。そう、すごい。私ね、うん、全国版画コンクールで優勝してね。うん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 、それの表彰式が松山だったんだよね。それで行ったの。でもさ、うん、それ小4なんだ、うん、めっちゃ覚えてんだよね。ハルピンさんさ、なんか小6の時に九州かなんか行ってさ、全く覚えてないって言ってた。やめろって、やめなさいって。怒られるよ、この動画見てたら。イベントで言ってたんだよね、うん、記憶ありませんって。このね、うん、これを1300円だっけ、うん、で買ったら2つのお風呂と1個このアイスとか、うん、お団子とか、うんうん、ビールとか何でもいいんだけど、1個食事と引き換えできるんだよね。3箇所でもいいんでしょ。お風呂3箇所でもいい。2箇所とドリンクとかアイスとかでもいい。これね、1回買ったら半年間有効。そうなんだ。じゃあ今回使わなくても半年以内に来れば、来れればね。へー、どこにしよう、わからんな。うわ、綺麗。あれや、え、見たかったやつ。あれやな、けど似合うわ。これゴンドーシャローレにあったじゃん。あ、これあったね。風情ありますね。丸鈴橋に行きたい。うん、わあ、すごい。すごいね。めっちゃ雰囲気ある。鳥？鳥？鳥の鳴き声聞こえて。後ろ見て。綺麗。わあ、これよ。これが見たかったのよ。見たかったね。うわ、すごい。めっちゃ綺麗。なんかビール飲みたくなってきた。なんで？なんかこの景色見ながらさ、気持ちよくない？馬刺し食べたい。いや、馬刺し。ちょっと風呂入って馬刺し食べますか。卵だ。食べるしかないじゃん。ねえ、食べたい。面白いね。ね、上がったら食べよう。うん。ちゃんと事前にコップは冷やしておりました。これケンが冷やしたんだ。もちろん。さすが。いつになったらうまくなるんだろう。
剣1個叩きにしたの？そのお店のおばちゃんに勧められて、叩きうまいよって買っちゃった。ちょっとこの後バイキングが控えているんですが、うん、今風呂上がりで飲みたすぎて。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。うまい。頭に血のぼってる。大丈夫？大丈夫なの？大丈夫かい？どうぞ。いただきます。ちょっとやるか。食べなさい。ケイさん、いいよ、ケイさん食べな。食べなさい、いいから食べなさい。超特選でございます。おばちゃんに勧められました。これ、かっこいちだな。いただきます。柔らか。馬刺しでこんなさ、柔らかいのマジで食べたことないね。ないね。めちゃめちゃ高い牛刺しを食べてるような感じ。なんか大トロとか、うん、そういう感じだよね。うん。あー、美味しい。これ何枚でもいけるよ、これ。うまっ。すごい、初めて見る温泉街、うん、だよね、雰囲気はさ、うん、見たことない世界観。北海道にも温泉街いっぱいあるけど、うん、ないね。ないね、定山渓、登別とかね、雰囲気がいいさ、うん、温泉街いっぱいあるけど、うん、してなんか、めっちゃ歴史ある感じ。そう、歴史がある、うん、なんかこれ何年前の建物みたいな。そう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 。さっき湯巡りしてきてさ、うん、めっちゃ古いんだよね、ロッカーとかも。そう、なんか全てがロッカーの横にあったストーブかな。そのストーブがいつのストーブっていう江戸時代みたいな。たまにさ、テレビとか古いやつ置かれてたりするじゃん、レトロな感じのね。あんな感じのストーブが置いてあって、普通に出てたんだよね、温風が。これ出るんだと思ってさ。結構北海道に住んでてさ、お祝いとかで温泉行くってなったら結構さ、うん、新築とかさ、うん、リニューアルオープンとかさ、新しいところ行きがちじゃん、うん、老舗っていうよりは綺麗なところ選んじゃってたんだけど、うん、この多分100年とか分かんないけど200年とか前にできた温泉街って、うん、こんないいんだと思って。そう、なんか結構グッときちゃったかもしれない。分かる。なんか一番古いところにすればよかったと思った。ここ、うちら泊まってるところさ、結構新しいんだよね、うん、で、リニューアルオープンっぽいんだよね、うん、なんかもっと渋いところにすればよかった。わかるわかる。なんか面白かった。そう、面白い。湯巡り、いいね。いいね。飲み放題最高。ご飯はシンプルだけど、うん、ただただお酒の種類がめっちゃ豊富で。そう、日本酒とかもあったね、うん、飲み放題のビュッフェっていう。コスパ良すぎじゃん、うん、全員で、ここのビュッフェ会場の人全員飲み放題。確かにね、うん、普通にうまそう。でもなんか九州っぽいものは一個もない。ダゴ汁とかつながってる？うん、なかったね。団子、団子。この手形のラスト1個はお団子にしたんだよね。うん、朝ごはん食べた後すぐ出て瀬の本温泉でどこ行ってきたね、うんうん、めっちゃ景色良かったね。え、うん、近藤シャロレ近藤シャルレーの景色を見ながら温泉入ってるみたいな。うん、うん、まあ、近藤シャルレーの景色の方がいいか。同じ？いやいや、近藤シャルレーの景色の方がいい。まあいいよね、うん、あそこに叶うものはないよ。うん、うん、お、うん、もちふわっふわ、出来たてだこれ。うん、え、うまっ。おいしい。やわらか。うん、これも美味しいよ。うん、あ、これもいいんだよ、うん、香りがいいわ。黒川温泉、これ日帰りでもいいぐらい。うん、デートでさ、うん、熊本周辺に住んでる人とかがさ、うん、来てさ、うん、温泉2つ入って、うん、で、この団子とか食べてさ、うんうんうん、1300円ってめっちゃ安くない？あら、そういうな。ビールとかハイボールも選べた。じゃあ行くか。うん、竹だ。おー、竹。風情がありますね。やっぱり竹ないよね、北海道。ないと思う。すごい道。うん、怖いね。おー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 。
駐車場満車です。今11時20分なんで、もうすでに満車、平日です。ね、ケアの団子食べたい。食べよう。高千穂に到着です。熊本旅が決まって高千穂には行きたいねってずっと喋ってたもんね、うんうん、念願の高千穂。高千穂高千穂急にゆって降りてきたちょっとボートとか乗りたいけど。いや、ボート乗りたいと思ってたんだけどね、あの待ち時間見たら1時間から1時間半って書いてるんだよね。それはちょっとさすがに厳しいか。うん、うん、覗くだけでもいいかな。うんうん、斉藤夫婦さんも怖くて乗らなかったって言ってたし、太郎さんが怖いっていうことでやめたらしいです怒られるよ。怒られる。怖いだけじゃないって言ってたからね。なんか2個理由あったんだよね、うん、でもそれ怖いっていう方が印象的すぎて、もう1個の方はちょっと何だったか覚えてないんだけど、後ろに立たれるのも嫌だって言っててね、うん、怖いって言って怖がりやん、うん、怖がりかわいい。高千穂1時間半待ち、待つことにしました、うん、せっかくだからね。タロさんには申し訳ないけど乗ります怖いか、ケン。いいよ、やめなさいやめなさい、太郎さん怖いって言ってたんだから待ち時間が結構あるんでご飯食べます。またもやチキン鍋、またこれも違うね。うん、美味しそう、ね、なんか大きい。うん、大きい。団子汁定食、うん、チキン南蛮もついてる。うん、いいね、同じ金額だったんだよ。これでそっちの方が良さそう。金ちょうだい1個。いいよ、あるじゃん。ちょっとこれ飲んでみていい？柚子入れるって言ってた。うん、めっちゃうまい。うまい、ましのましのまし。大好き。うん、野菜もシャキシャキ、美味しい。団子汁うまい。こっちの人さ、味噌汁に柚子胡椒入れるって言ってたよ、ね、言ってたね。てかこれ柚子、それ柚子、これ柚子だもん、ね、ちょっと入れよう。うん、香りがいい。団子、エリンギみたいな、うん、おいしい。え、これじゃん。やばいやばいやばい、めっちゃ綺麗。え、やば、え、エルニドじゃん確かに、フィリピンの最後の秘境だっけ、俺ら行ったんだよね、それに似てるわ。おー、うわー、絶景。あっち側も行ってみる。俺こっち側だわ、見たことあんの。綺麗だね、素敵だ。すごい、なんか神聖な場所って感じ。神話の町だからね、宮崎は視聴者の方に教えてもらって今そのまま言ったでしょあれ、ちょ、なんか、なんか、なんか、チョウザメ、え、サメ、あれ、サメな、え、なんでサメこんなとこに。どうした、サメどうした、キャビア、チョウザメの子供だよね。そうだよね、確かね。ここでも弁当食べてもよかったな。確かに ね、家からさ持参してピクニックにめちゃめちゃいい場所だ。なんか宮崎っぽくないよね。確かに、ね、いろんな顔を持つんですね。ですね。面白いの見つけた。流しそうめん、元祖だって。マジか、これにすればよかった。え、しかも600円だって。安すぎ。え、めっちゃ美味しそう。やる、もう一回食べる食べれるよね。うん、やっと乗れます。これ本当雨じゃなくてよかったね。本当奇跡が起きてる。今回の旅全部晴れ。イベントに来てくれたお客さんでさ、うん、ハウステンボスで隣に座ってた芸能人の方って誰だったんですかって聞いてきてくれた人いたじゃん。いた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 。よく覚えてるよ。確かに。で、それ気になってくれたんだっていう。で、今回の旅でもなんと、この間熊本の居酒屋で飲んでたら、隣の席にね、うん、熊本の超有名な芸能人がいたんだけど、誰とは言いませんが。かなり大物だよ、これはね。ね、うん、
クイズ系の番組に出てたね。バレるバレる、あ、バレるバレるバレる。クイズ系で熊本だったらバレる。カモやカモ、ケイトの好きなカモ。でかい、こっちのカモ。高千穂のカモでかい、ね、警戒心全くないな、高千穂のカモ。かわいいね。あれ、カモ何番目だっけ、好きなの。3番目。羊とシマエナガとカモ。また奇跡が起きた。週に3日だけ4100円なのに、うん、その4100円の方に当たった、うん、ラッキーラッキーラッキー、ついてるね。これ30分のボートで4100円ってまあまあ、まあまあだよ、うん、満喫しないと。ケン何してる、何してる、大丈夫、ヘダッピー、あー綺麗だ。すごい、あの滝の下が高密度、めっちゃ大混雑してる。あーいいね、わー気持ちいい、めっちゃひんやりしてる。マイナス4、すごい滝。なんか苦戦してますね、ケンさんが。ケイトうまいんだよな。でけん、恥ずかしい。うまいまでもないじゃん。誰でもできるじゃん、こんな。そこに小さい滝あるからな、気をつけろよ。お、なんだ、え、なにあれ、かわいい。ちゃんと見てやれ。県の髪セットした髪に秋の水つけてやる。ふざけんな。あ、来てるぞ、ケイト来てるぞ。棚田見えないな。棚田、有名な棚田があった。うんね、高千穂の棚田、だんだん畑。教科書で見たやつ。なぜ棚田にするのか理由を述べよみたいなテストに出てきたし、述べて理由。一番上の棚に水をまいたら下にこうどんどん下がってて、一回です効率が循環しやすいみたいな。水路の問題ね。水路の問題。私はね、あの宮崎に平たい地が少なくて斜面が多いから、その斜面に田んぼを作りたくて段々にした。あ、地形の問題ね。そう、田んぼって平らじゃなきゃできないじゃん、水ためなきゃいけないから、うん、斜面には絶対作れないんだけど、あえてそこを段々段にした。それかもね。どうでしょう、正解発表です。なんと、はい、どっちも正解でした。でもこれ教科書テストに出てきた時にはどっちが正解だったんだろうね。ね、なんか、うん、平野部に田んぼを最初は作ってたんだけど、人口が増えるにつれて土地がなくなって山の上へ上へと開田を進めていった、はい、さらにこれの一番のメリットが水を上から落とせる。川の上流から落としたり、雨水とかも上から下に流れていくから、はいはい、それを利用して、うん、どっちも正解だ。珍しい、どっちも正解でした。みんな知ってたらどうするケン、これミルクローズあって。あ、これか。急に訪れた突如。今牛いたけどさ、うん、その牛のミルクってミルクロードなわけじゃないよね。もしかして牧場ロードみたいな、そういう意味。ドゥ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 。おお、すげえいい。到着。大漢方、名前がかっこいいね。やばいね、マジで天気に恵まれたわ。阿蘇と相性いいのかもな俺ら。お、顔じゃん。あ、顔だ。壮大すぎる、うっとりするね。あっちが九十ってやつ、
れが九十なのか。じゃああっちが大分。なんかすごくない？本当にあの顔の部分ってさ、うん、あのあれだけがさ、うん、あんなデコボコしてるじゃん。うんうんうん。で本当に顔みたいじゃん、鼻とか口とか、うん、なんかああいう風になるのがあるあるなんだったらさ、うん、わかるけど、うん、他は一個もああなってないの。うん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 。割と胸のところツルッとしてるもんね、うん、すごくない？うん、結構なんか細身の人。多分この人は断崖絶壁だと思う。ああ、俺と同じ。あそこにアイスクリームってね。ね、ジャージー牛乳ソフト。やばい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 。奇跡起きた。奇跡起きました。たまたまあった求めてたやつ。大寒波限定。梅田牧場。酪農一筋の60年の梅田さんがだって。梅田さん。ありがとう梅田さん。いただきます。いただきます。カスカスな気がする。ねえ。うん。どこ行く？あっちの景色見ながら食べようよ。どこ行くの？あっちだと思った景色。方向音痴。クモの巣チェック入りましたよ。いいの？ケン食べて。いいよいいよ。溶けちゃうからね。うん。どうでしょう、同じ昨日と。はぁ、滑らかげ。これはね、うん、ザラザラ系の初のザラザラ系。あ、ザラザラ系の牛乳系の結構甘め。甘めかでも美味しい。本当ザラザラが美味しい。ザラザラ系、牛乳系でしょ。うん、牛乳系。甘い？そんな甘くない？甘くないような感じするけど美味しい。めっちゃ、うん、なんだろう、なんかでも甘みの種類が違う気がするなんだろう、ありがとな、トヨちゃん。ストーブ返しました。無事、返しました。8日間ぐらいだっけ借りて、うん、6000円ぐらいになったんだっけ結局。そう、6000円だね。2泊3日だったら3000円なんだけど、ちょっと延長したね。うん、うん、タンクとかも全部つけてね。うん、ありがとうございました。で、熊本市内に入りまして、ちょっと今からある行きたいところに、私が行きたいところに寄り道します、はい、え？ここに取り残されたの、サンジとゼフがね。うん、いたぞ。あれじゃない？サンジ、車の中であんた泣いてたでしょ。名シーン見返してたら泣けた。なんだっけ、行ってらっしゃいじゃなくて、あ、風邪ひくなよ。あんたさっき見たんでしょいや俺なんかあのスマスマかなんかでワンピースのなんかクイズみたいなやつやってなかった、スマスマで。うん、やってた。名シーンクイズの。キムタクがなんかそのシーン語ってんの今でも覚えてるそれでしか見たことないんでしょ。うん、ないね。さっきさ車の中でさ、うん、サンジってどっちだっけ、スーツの方だっけ怖い方だっけ怖い方って何そもそもいましたよ。サンジ何？え、手伸びたりすんの？あのルフィみたいな感じ。そう、ルフィって人間なの？なんで手伸びんの人間なの？うん、人間なんだけどなんか特別な力を持っているみたいな。身を食べるのさ、みんな悪魔の身っていう。うんうんうん、食べちゃったの、それで手伸びるようになった。あ、そうなんだ。エゾロはあの短髪のイケメンゾロとサンジが被るんだよね。うん、まあまあ分からなくはないけどさ。ウェイターなんだ。うわぁ、サンジの頭にすげえハエたかってんだけどなんでだろう。え、なんかサンジの名ゼリフみたいなのないの？クソお世話になりました初期のはね。でもまあ土下座してるからね、あそこは。うん取ってくれ。うん、あった。さっきからため息ばっかりついてますね。
いや行きたいな、全部行きたかったな。ルフィ行けるんじゃん、街中だからね。うん、ルフィ行こう。あんた知らんしょ。え、一番会いたい人は誰の。いや結構サンジはもう会いたかった。ああ、満足、うん、よかったよかった。まあナミも会いたかったけどね。なんかナミその朝のとこにいるからさ、それが良かったのよ。やっぱり今日もうどんです。うどん何回目？3、4。でもウエストも初で、九州のうどんそろそろ制覇するかも。あとは薪のうどんだけだな。なんか麺の感じがキャンプ場で食べた時と全然違う。どうでしょうか。これはなんか結構東日本っぽい、札幌に似てる。本当？麺とか結構ノーマルな麺。へえ、美味しい。うん、めちゃ美味しい。ああ、これも美味しいね。ビールの横に黒霧が並んでます。しかもジョッキ。なんかウエストの居酒屋あるって言ったの。あ、いいっすね。すごい安そう。塩キャベツ200円、ピーマンポン酢200円。ピーマンポン酢うまそうじゃん。17時からのご提供だって。オーストラリア時代からの友達が、うん、唯一一人だけ熊本に友達がいるんだよね、うん、そのヨシ君が戦友みたいなもんだよ。そうだね、うん、熊本でカフェを経営しているのでやってきました、うん、熊本行ったら絶対行くねってずっと前から言ってたんだけど、夢が叶ったね。ジャンクションコーヒーめちゃくちゃおしゃれやん。ね、オーストラリアみたい、うん、しかもこれあの一番重要なポイントがあって、うん、ヨシ君がドイケメン、うん、そうそうそう。しかも彼女いない、はい、っていうか2週間前に別れたばっかり。ダメ、内緒内緒。初めの YouTube デビュー。ヘビーじゃない。ヘビー。ヨシ君がもう、うん、皆さんこれコメントで教えてください、うん、もうイケメンですよねっていうので賛同してほしいね。アンチめっちゃ来た。どうする。しかも長身、おしゃれ。おしゃれ。コーヒーがうまい。34歳、34歳、独身、彼女なし。初めてじゃない、ラテアート見るの。ラテアートできるの。北海道でラテアートすること多いでしょ。あ、まあそれはね、うん、でもヨシ君のラテアートはね、くまモンでお願いします。くまモン。めっちゃ美味しいよ。オーストラリア思い出す。めっちゃ滑らか。ミルクが上手。よかった。何、浅入りの方がいい。浅入りの方がいい。口の周りコーヒーだらけだけど、これ浅入りだわ。浅入り、ね、うん、美味しいね。優しい。うめえ。最終日です。すごい人に会ってます。やばい人に会ってます。あー、レオラさんです。あ、熊本の自慢、レオラさん。熊本の自慢。本当おこがましい話なんですけど、うん、レオラさんに島をプレゼント。今4人で飲んでるんですよ。今4人で飲んでます。いや、飲めます。島何歳だっけ。いや本当にありがとうございます。本当にすみません。本当にいやもう熊本嬉しい。ありがとうございます。熊本大好き。熊本城に来たんですけれども、駐車場が行列で満車で全然入れなくて、うん、めっちゃ混んでる。こんなに混んでんだね、うん、熊本城って。止めれた車ね。でもちょっと時間がやばい。どこ、ね、たどり着けないで終わるか。お、見えるかな。相当広いね。ね、周りに川とってのすごくない。うん、絡みを守ってたのこれで。そうだよね、時間かかるよね多分攻めるのに。なんかテストでさ熊本城って書くのなかった。
そうだっけ、こんな特徴がある城はどれでしょう、熊本城みたいな。すごいね、町のど真ん中にこんな、うん、あ、見えてきたよ。やばい、うどん出そうだ、気持ち悪い。あんたカツのセット食べたからでしょ。ミニのね、食いすぎた朝から。ちょっとね、ここから先は有料になるんだけど、飛行機の時間やばいんだよね。けど口にうどんのカスついてるかもしれない。変で、その雑な感じ。時間がありませんのでここまでですね。ね、ちょっとじっくり見たかったけどね。まさか土日こんなに熊本城渋滞してると思わない。ね、ここにたどり着くまでに結構かかっちゃった。ミスった。じゃあ駐車場戻りますか。無事車を返し終えました。いやー、お世話になったね、本当に。すごい乗り心地のいい車でしたね。え、かっこいいし、本当に感謝だね。まだ食べます。食いすぎですよね、熊本ラーメン。はい、最後に。めっちゃお腹減った。臭くなさそうだ、うんうん、もっといけるな、うん、だから天外店ね、ほんと行きそびれた。うまっ。あんなに熊本城滞在時間10分で急いだのに、うん、飛行機が1時間遅れ、うん、中入れたら、うん、悔しい。空港で2時間待つことになる。でも乗り継ぎだからさ、うん、東京で乗り換えの便も遅れてだね。家着くの10時ぐらいだ。それも詳しくないかな、まだ食う。え、馬刺しほぼ毎日食べたんじゃん。マグロの赤身みたいな。馬刺し中毒だ。はい、あと10分ぐらいかな。で、飛行機登場します。熊本旅どうでしたか。めちゃくちゃ良かった。本当に移住したいぐらい、うんうん、人もいいし、景色もいいし、食べ物もいいし、うん、気候もいいし、本当に今までいろいろ行った中で一番移住したいと思った場所だったかもしれない。うんうんうん。あの阿蘇の景色はマジで忘れられないな。1年に1回は近藤シャロレーに行きます。あの辺ドライブしたい。あ、1年に1回、うん、新緑の時期にまた来れるかな。次は、いや今年じゃなくてもさ、うん、ああそうだね、うん、普通に次来る時は新緑の時期、うん、今回は野焼きは野焼きで良かったけど、うん、違う景色を見にまた来ます。来年か再来年かわからないけど、イベントに来てくれた九州の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。四国からも来てくれた方とか、岡山とかね、千葉も、千葉もいた。神奈川もいた。またどこかで会える日を楽しみにしています。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。なんか悲しい。あー、お世話になった。こちら来た時は涅槃像のことすら知らなかったもんね。しまったね、阿蘇がこんなにすごいなんて。帰ってきました、札幌です。寒い。あ、予定よりも2時間遅れ到着しました。結構ヘトヘト。ちょっと私今回の九州旅悔いはないって思ってたんだけどさ、うん、1個だけ悔いあるものを思い出したんだ。え、何何。ユラックス行かなかった。うわー、ユラックス忘れてた。最悪、時間なかったよね。いや、なかった。うん、次はユラックスのために行きます。行きます。次は。うー、寒い。寒い。え、なんだこれ、白い息出てる。え、冬。家帰ってこたつや。うん、こたつ入ろう。あー寒い。Yeah.